こんにちはいつも聞いていただいている方どうもありがとうございます今回が初めての方はよろしくお願いします田田翼です今日は何の話かというとマネジメントについてですビジネスではこう付き物必ずと言っていいほどあるマネジメントですねについて本質は何かというのを皆さんと一緒に考えていければと思っていますそれでは最後までぜひお聞きくださいよろしくお願いします はい今回のテーマはマネジメントですビジネスでのマネジメントを想定し,たしていただくといいかなと思うんですけれども皆さんはマネジメントと聞いてどのようなイメージを持つでしょうかマネジメントをされている方もいれば自分はこうどちらかというとマネジメントされる側になるという方もいらっしゃるでしょうで、えっと、マネジメントのこう日本語訳であの管理 とといいうふうに見ることはないでしょうかで私はこのマネジメントを管理あるいはマネージャーをこう管理者というふうに表現するというのはというのは、うん、とマネジメントを管理というふうに表現する、まあ、説明をする理解するのはもちろん一面ではそういう側面もあるんだけれども、まあ、必ずしも本質をついた表現ではないというふうに思っているんですね。 でどういうことかというとこれはあのえっと私のマネジメントの一言のえと定義にもつながるんですがえっとマネジメントの本質は何かをこうシンプルに表現するとマネジメントというのは制約がある条件の中で何とかこうやりくりをして効果や成果を最大化させることこれがマネジメントだと思っていますここでのポイントは制約がある中で何とかやりくりをする なんですね、トレードオフがある中でつまりその、うん、こちらを立てればあちらが立たないというようなこう、うん、難しい状況の中でそれでも最適解がどこにあるのかというのを模索見いだしながらプロジェクトの目的を達成するというのが、えー、プロジェクトのこう実際のところかつ、えー、と本質なんじゃないかなというふうに考えます。でプロジェクト うんとマネジメントで、うん、と必ずと言っていいほど遭遇するのはこう予測できないことつまり、えっと、リスクですよね不確実性に対して、うん、とどう向き合うかだと思うんですで、えっと、マネジメントでそのなんとかやりくりをするというのはまさにこのリスクをいかに予見するかそして、えっと、それでも100%予言する推測することはできないので起こったリスクに対して、えっと、どうとどうか 対応するか最適解を見出しながら目的に向かって達成することこの不確実性を下げるというのがマネジメントのやっていく中での重要なことだというふうに考えますでマネジメントの例でプロジェクトマネジメントについてもう少し掘り下げて考えてみたいと思いますはいでプロジェクトマネジメント 皆さんはプロジェクトマネジメントをされたことがあるでしょうかあるいは今現在何かプロジェクトにこう参加されていてうんと、プロジェクトを進めている現在進行でいる状況でしょうか、まあ、改めてこう一歩立ち返ったときにえ、プロジェクトマネジメントの目的というのはこう何でしょうか、まあ、プロジェクトマネジメントのうんと目的というのは、まあ、言葉にすると、 うんとまあ、当たり前に聞こえるかもしれませんがプロジェクトをまあ成功させて終わらせることだと思うんですねでここで問われているのはうんと3つの QCD なんですでこれは QCD というのはクオリティコストデリバラブルの品質とコストそして納期ですよねこの3つをうんと、まあ、先ほどのトレードオフという話がありましたがえっ、ー、と どこでバランスをとって3つの最適解を見出すかというのがプロジェクトマネジメントだと思っているんです。なので必然的にプロジェクトマネジメントのえっとマネジメントをするやりくりをする対象というのはこのクオリティまコスえっと品質とコストと納期まあこの3つの中でいかにこう不確実性を下げていくかというのがプロジェクトマネジメントのま肝だというふうに考えます。 はいというわけで、そろそろクロージングです。今回の内容をまとめてみると、プロジェクトの本質は何かと、プロジェクトマネジメントとは何かというのを皆さんと一緒に考えてきました。でプロジェクトマネジメント、あえっと、1つ目のプロジェクトあ、ごめんなさい、マネジメントですね。 マネジメントの本質というのはうんと一言で私の表現をすると、まあ、制約がある中で何とかやりくりをして効果とか成果を最大化させることでポイントになるのは、えー、と不確実性をどう下げるかその中で、えー、どうしても不確実性というのは一定不確実なことというのは一定起こるので常に最適解を見いだしながら目的を達成していくこれがマネジメントの、えーとまあ、位置づけだというふうにお話をしました。 で後半ではプロジェクトマネジメントを例にプロジェクトマネジメントというのはプロジェクトを成功させて終わらせるその時に QCD ですね品質とコストと納期この3つのあれかこれかというのをどうトレードオフで最適化を見出すかというのがプロジェクトのマネジメントの大事な点であるということをお話をしてきましたはい 今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただいてありがとうございました。内容はいかがだったでしょうかこのチャンネルでは毎日更新をしているので、明日も次回も聴いてみてください。あとよければ、ぜひチャンネル登録をしてフォローしていただけると、次回の更新も見逃すことがなくなります。それでは、今日も素敵な一日をお過ごしください。